はい、皆さんどうもこんにちは、広島カプレーガーです。今日ですね、2021年6月3日の平日なんですが、まあ、コロナ禍でね、4月5日から5月31日まで休業していた宮城郷蒸留所にね、今日は行ってウイスキーをね、買いに行きたいと思っています。休業後、どんなウイスキーが売っているのか楽しみですね。では、行ってきます。いかがだったでしょうか。まあね、相変わらず素晴らしい風景のね、宮城郷蒸留所でしたね。久しぶりに、ね、行ってきたんですが、観光の人はね、ほとんどいなくて、売店もね、お客さんは3人ぐらいしかいませんでした。宮城郷蒸留所の売店は今撮影 NG になってしまったので、その辺の映像はね、お見せできませんが、どんなウイスキーがあったのかっていうのはこれからね、ちょっとお話ししたいなと思います。まずね、売店に着いたのが10時半頃だったんですが、まずね、鶴と竹鶴は1本もありませんでした。値札はあるんですが、在庫は1本もないような感じですね。そしてね、ピュアモルトの黒と赤は10本ずつぐらいありましたね。伊達もね、大量にありました。フロムザバレルもですね、珍しく純正のね、あの黒い箱に入った状態で売られていました。結構ね、大量にありましたね。そして宮城郷キーモルトシリーズは全て売っていましたし、宮城郷蒸留所限定ボトルと、あとスーパーニッカなんかもね、普通に売ってました。全体的にはね、やっぱり結構少ない品揃えだなという印象でしたね。そしてね、まあ、私がね、一番楽しみにしている有料試飲コーナー、こちらはね、お休みでしたね。そしてビジターセンターには入れるんですが、見学ツアーもね、中止となっていました。まあ、本当にね、売店だけが開いているような状態で、これからね、宮城郷蒸留所へ行く方はその辺をね、ちょっとチェックしてから行ってみてください。ということですね、まあ、今回購入させていただいたのがこちらになるんですが、まあ、まずはこのフロムザバレル、こちらがね、珍しくこの純正のね、黒い箱に入った状態でしたね。これいいですよね。そしてもう一本、こちらがね、伊達、これもね、宮城県限定の一応ウイスキーですからね、これもね、買ってきました。そしてね、こちら何か分かりますか。こちら実はエコバッグなんですよ。これ実はね、今回2つ目なんですけど、購入したのが、まあ、今使ってるやつがこちらなんですが、これね、かなりこのエコバッグ伸縮機能に優れていて、結構こう伸びるんですよ。エコバッグが結構柔らかい素材というか、結構ね、これ機能面でもかなり重宝していて、こう見えてね、いっぱい入るんですよ、これ。そしてね、デザインもこのようにね、ニッカウイスキーマークが書いていてね、これね、結構私使ってます。これね、もう一つ、まあ、神さんも使いたいというので買ってきました。ぜひね、これ宮城郷蒸留所に行った方、これこのエコバッグ、かなりね、デザイン面だけではなく機能面でもおすすめとなっていますので、こちら騙されたと思って、ね、買って使ってみてください。かなりいいですよ。いやー、しかしね、いつ行っても宮城郷蒸留所はね、あの風景とね、小川のせせらぎだったりね、鳥の鳴き声だったり、これがね、また癒されるんですよね。
またね、見学ツアーと有料シーンがね再開したらまた行きたいなと思っています。そしてね、宮城郷蒸留所からこう山形県お越しの方がね、もしいらっしゃいましたら、宮城郷蒸留所からこう山形へ向かう途中に左側ね、茶屋があるんですが、その奥に大滝という素晴らしい滝がありますので、そちらね、ぜひご覧になっていただきたいなと思ってるんですが、癒しのね、おすすめスポットとなっています。まあ、その映像ね、少し撮ってきたので、ぜひどうぞ。いかがだったでしょうか。これ山形県にはね、滝がね一番全国で確か多くあるというお話なので、山形県に酒屋巡りをね来る際はぜひね、この滝なんかもね見に山形県いらっしゃってください。ということですね、今日のひろしの隠れ家は宮城郷蒸留所再開後、宮城郷蒸留所の売店へ行ってみた、そこで買ったおすすめ商品とはをご紹介させていただきました。ではまた。